皆さんこんにちは、タイトルです。ドラえもんのドラ焼きさん、屋さん物語やっていきましょうか。さあ前回ね、ついに世界売上ランキング1位に輝きました。私の店が最強ということで、今回はね、その1位をキープは難しいと思うんですけど、ちょっと評判を上げていきつつね、いろんなものの値段を上げつつでちょっと頑張っていきたいなと思います。よし、じゃあ3月でーす。3月も楽しくやっていきましょうか。さて、今日も、目標としてはどんどん評判をね上げまくっていきたいってとこなんで、頑張りましょうか。評判上げよう。よし、 OK。 木のインテリアばっか飾ってたらマジで見た目終わるんだよな。ここの環境の。でもね、今ねやれることはね、ほんとこれなんだよね。今やってることなんですけど、パンは2個のぞ立てれる。別に立てたのに、立てたことない、立ててないことなんで。ロードするとこは違ったな。よいしょ。まあ、頑張るか、とりあえず。ちょっとまあ、いろいろやれることはね、いっぱいあるんで、ギリギリまでいろいろとやっていきましょうか。66アップ。ここの像を移設。どこだ、ここか。とか、ちょっとね、いろいろと草生えてた。草生やしとって。草生やしとって。ちょっとね、売り上げとかをね、上げるために、ちょいろいろ試行錯誤、今日はやっていきたいなと思っております。売り上げを上げるためにって、マジでどうしたらいいんだろうね。よし。OK。魅力30は、ね、金額がぐっと上がるからね、これだけで。さあ、どら焼き評価上がって。よし、OK。またヨトバシいたら、やってもらわんとね。はい。さて、ここどうだ今は。あー、ジャイコがもうすぐマックスだね。ここも。OK、大丈夫。さて、じゃあちょっと買い物からやりましょうか。今日は何売ってるか。最近いいの売ってないね。カメラすげえいいよね。マツタケカメラ、ケーキ。タコはすごいいいかも。ビー玉とね、ビー玉はまあまあいいか、ビー玉は。いっぱい買ってくれるもんね。コロッケは微妙かな。買わなくていいや、コロッケは。よし。じゃちょっと渡していきましょうか。さてと、タコ。タコはいいぞ。タコはキテレス祭様終わる。これで百科事典いらない、誰もいらない百科事典返してください。キテレス祭終わった、ついにようやく終わったぜ。盾くれ盾。よし。で、次漫画とか釣り竿はいいのか。別にビー玉をブローチと交換しよう、ドラミちゃん。で、キテレスサイさんもないか。ゾウ君、リスちゃんもなかったよね、確か。盆栽返してもらおうか。盆栽誰もいらないけど。売ればいいんだよな、もう盆栽も正直言って、もうこの辺のやつって。釣り竿、誰もいらない釣り竿。で、こうやってちょっとずつ、お客さんが買ってくれる数を増やして、なんとかしていこうっていう感じが今、とりあえず。テレビ。テレビ誰かに前あげた気するんだけど。ねえ。そうか。ロードタイミング間違ったから。でも、なかったことやったんじゃないこれ。だって、モンガー。で、飛び出せミクロ。飛びミク。飛びミクさん、あんたももうすぐ。もうすぐってか、まだまだ遠すぎてやばいよな。パパ天才。あ、パパ終わるか。いや、でも待て。モジャコ。何も持ってない。もうじゃこう。くえ、まだまだ下の方がやばいな、マジで。こうやってみると。中継トッピー。トッピッピー。作家視点。百科視点いらないよね。ごめんね。百科視点。で、やまびこ戦士。やまびこくん。野菜と交換しようじゃん。で、あ、もう全部終わってる。お菓子8個多く買うようになる。
いやー、はるばるさんは微妙だな。なんかいいの持ってるやついね。なんか、あ、パンタくんはダメだな。トロフィー。トロフィー誰もなかったよな、確か。ブローチと交換しよう。よし。で、メンコ。メンコはいらない。観測データももういらない。カメラ。最強カメラ。カメラ、いや、めっちゃいいかも、カメラ、やっぱ。議長。議長、ありがとうございます。よし。これ、マジで、行くんかな、オール。チンプイ、もうすぐだ。ワンダユー。チンプイのキャラだよね、これも。よし。なんかもう、アイテムをひたすら俺、上げ続けてるだけだよ。ごめんね。これやらな、終わらんねえ、ほんと。マジで。マジでこれやらないと終わらないの、みんな。よいしょ。結構。だからでも、ちょ、ほんとに、ほんとごめんやけど、マジで俺全部あげるから、ちゃんと。オッケー、野菜。クマ終わらせるか、クマ。クマ、芋返して。クマ終わったー、おつくまー、よーし、クマ終わったん嬉しいなー。ここにゃーん、ダイヤキー、豚ゴリラー。釣り竿誰もいらないから返して。もういいよ、釣り竿。よし。さあ、アイテム上げタイム終わりました、皆様。さあ、これでお客さんたちがみんなもっともっとたくさん買ってくれるかなと思いますのでね、これで期待しておきましょう、皆さん。よし。さあ、VIP に飾るか、また。あ、ここぐらい溜まってんじゃん、マジで。やばいやばいやばい。よし。VIP だからな。いや、並んだね、VIP だね、完全に。すごいよ。なんか桜並木みたいで、逆に綺麗。ドラえもんのやつ、いや、ドラえもんのやつ、これマジでいいのはね、なんか道塞ぐ効果にならないんだよね、これ。いや、めっちゃいい、これ。どこにでも置けるもんだから、道塞がないから、これ。ね、はい、団子。よし、や、団子もだいぶ強くなった。オッケー、ヨドバシ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 。木打ってくれ、木打ってくれ。え、いない、あ、いたいたいた。ヨドバシ、打ってくれ。この辺、早く上げたいとこだね。さあ、お願い来てない、まだ。まだ来てない。出張でも終わったか、もう、実は。そんなことないと思うんだけどな、さすがに。今日の売上額、やっぱ少なくないですか、めちゃくちゃ。こうやって見ると。でも、お客さんの数はめちゃくちゃ多いんですよね、やっぱ。やっぱ評判が上がるとお客さんが増えて、ジャイアンリサイタルすると売り上げが上がるけど、ねえ、お客さん数が減ってたんで、今の目的としては、ねえ、改めて説明しておくと、あれ、お願い来てる。ねえ、お客さんの数5000人ですね、の目標なんで、ちょっとしばらくまだいいかなって感じ。でも達成率86%で、これが、ここが、オッケーオッケー。よし。大切に改良して。ヨドバシさん、いつもありがとうございます。いつもの売ってください。よっしゃい。もうここまで来るとやってることずっともう効率だよね。本当。本当このプレイ良くない、マジで。もうマジで良くないと思う。梅干し殿下の。ねえ。ところで、ちょっと。囲っておこう、木で。木で囲っとこう。もうやる気を出せ、もっとちゃんと俺に。俺は。いた。よっしゃい。バス停。バス停多くね？ 2 個あるんだね、ここに。よっしゃ。さあ、お願い来たで、出張電波！地獄の始まり！きつー、マジで！はい、というわけで出張テーマやっていきましょうか、皆様。はい、さて、改めて、まずこちらですね、和菓子設置費用割引いきましょう。
で、その後に和菓子置きましょうか。安いやつ。ねえ。そして、安いやつ。そして、安くないやつ。ホーチャバーム。いや、一人バツいた。ホーチャバーム、嘘。ホーチャバームが好きじゃないやつがいたぞ、今。嘘だろ。そんなやつがいるのか、このゲームに。よし。で、次に、タイムポイントゲット。そして、で、この後に、で、梅干し殿下。で、お客さんアップ。お客さんアップからの購入数アップ。まだ置ける。購入数アップ。オッケー！レッツゴー！よし。これでどうだよ？で、ゲージがなくなったの見計らったタイミングで、手伝いゲージ回復。いったー！よしよし、もうこのプレイしかないでしょ！もうこのゲーム。いったいった、すっげー売れる！これでいい！あ、どら焼きがまた、1位。つねちゃま。よし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 。あ、レベル上がらないけど、もう5は高いね、もう。急に値段上がんね、5から。ありがたーい。まだあんの？また準備できた頼みますさ。おい、これレベル99まであったりしねえか？大丈夫か？本当に大丈夫？これ。どこまで上がるん？これ。怖い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 、本当に怖い。さあ、チャミのお店スキルアップ。よいしょ。特に変わらないよね、ここら辺は。オッケーオッケー。満足、満足してくれ、みんな。VIP ルームやっぱ人気だね。いいね。魅力180。もっと、魅力180で高いのかな？低いんかな？ねえ。よし、また買っときましょうか、昨日インテリア。ドラえもん。もうドラえもんショップよ、ここ。いいね。あ、待って、ドラえもんのさ、やつさ、実は、ここに置いたらよくね？ねえ。道塞がないんだったら、こうやって。ほら。あ、道塞いでないもんな。え、やばっ！でもエリアレベルがあるから、微妙なんかな、今の。エリアレベル的なやつで意味で。ねえ。でも周囲の魅力が高まっていくから、ありっちゃありなんですか。わかんねえ。効率のいい置き方ってやつが多分いろいろあるんだろうけどね。ちょ、わかんないっすね、ほんと。よし。で、ちょっとこの辺置いとこうかな。よいしょ。さあ、魅力高めておきましょう。さあ、4683まで魅力ポイントは上がってきました。まあまあ高いんじゃないですか、意外と。いいぞいいぞ。これ、ちょっとちゃんとやるか。ちゃんとやるならここの木も、ねえ、ちょっと別のとこ生やしておいて。ここに置く像がまだないか。こっちにずらすか。よし。値段はいいね。値段5 50円ぐらい上がってる。大丈夫かなこれ。よし。さっきのインテリア購入で設置しよう。まだ置けないね。よっしゃ。もうみんななんかもう毎回同じことなってるもんな今。手こ入れしていかないとな、少し。どうしようかな、今後、このお店をさ、もっと魅力的にする方法。もうないよ。じゃあ、わかんないよ、何も。さあ、でも4700突破でーす、レースでも。よかった。よし。
っとこれ振っとくね、 F 先生のところ、まあ、ここの魅力高めたところで何もないんですよね。ここのね F 使用量がねちょっと上がるだけでそれはそれでいいんだけどね、使用量が上がってめちゃくちゃ良くなるのは。よし、まだあるの、まだあるの、もうなくなったと。よし、OK、 170もあるのかな、魅力ポイントね。お土産買ってるね、ここめちゃくちゃ。26,000、26,000、26,000。いや、今日何人ぐらい人来ただろう。今回はね、ちょっと評判をね、死ぬほど上げてみるっていう、作戦でやってみてました。もう、ずっとこれよ？もう、しばらく。しばらくずっとこれよ。え、きつっ！一生木のインテリア置いてるだけじゃん、俺。ねえ。おい、どうにかしてくれ、ドラえもん。このスリットを使ってないところとか、こういうところに置いておくわけだよね。うん、要は木は。ドラえもん、助けてよ。ガチきつくなってきたよ。どうやったらもう稼げるんだ。ああ、今見れてなかったー。何人ぐらいいた今。170人ぐらい来てたかな、わかんないや。ねえ、どうでしょうね。まあ、合計ですが4300人なんで、あと、うわー、毎日200人ずつ呼んでも、5000人はいかなさそうだね。3月末までには。え、300人呼ぶ方法ってなんかある？フィーバーしかないか。フィーバーをなんとか来てもらうしかないかもしれない。マジフィーバー来てくれ。はい、じゃあ今回ここにしましょうか。ちょっと今ね、軽く、いろんなアイテム、パジャマとかね、とかを丸の人たちにいっぱい渡してきました。まあ、なんとかこれでね、みんなこの店のこと好きになってくれること祈っておきましょうか。はい。それでは今回ここにしましょうか。だいぶ評判も上がってきました。もう木のインテリア祭りです、今回は。地獄です。はい、じゃあ次回、どうなるかな。出張店舗。などなど、やりつつまたヨドバシで評判をがっつり上げて、なんとか3000万貯めましょう。頑張ります。はい。それではまた次の動画で、大体でした。おつばいだ。